はーい。徳島に来て初めてこういうのがいっぱいついてるのを見ました、うん、これ何なのかなと思ったら、はい、場所はこの辺藍住町とこれ卵です。タニシの卵、このちょっとショッキングピンクでなんだこれと思って、こういうのがベターってついてんだよね、うん、いちごっぽいたらこかなんか食べられそうな気もするんだけど、でよーく見るとタニシ、あそうそうこれこれ、これです。こういうタニシが至る所にいて、これが食べられるそうです。でも今は農薬がかかっちゃってるんで、あまりもう食べなくなったっていうかね、うん、こういうふうな、ちっちゃいタニシの子供あちこちにいます。うん、あどこ行った、おタニシ、もちろんオタマジャクシもいます、うん、だからカエルもいっぱい鳴いてるっちゅうわけです。はい、ああ例えばこういうところタニシいっぱい、あカエルさんもいました、生まれたてのカエルさん、ゲロゲロです。これがさっきの、おうタニシ、もうこんな行っちゃった、はい、じゃあ終わります。